ここから石田先生に入ります。もう一度お願いします。拍手の方お願いします。お隣の方が、そんな高校で、校務教諭を務めてます渡辺先生になります。拍手の方よろしくお願いします。改めまして、相馬高校の渡辺と申します。本日よろしくお願いします。先ほど流した CD は、相馬高校の生徒が朗読したものなんですけれども、今私が自粛している南相馬の詩人であります、若松丈太郎先生の書かれた、南風吹く日という詩です。2007年に書かれた、震災前に書かれた詩でして、詩集の発行も2010年になっていますので、なんていうか詩人の想像力で、若松先生自体が、もう原発ができた時からこういう事態を憂慮されていた方ですので、私が宣伝するあれではないんですが、ロビーの方にまだ売っていますので、興味持たれた方ぜひ手に取られてください。よろしくお願いします。私、先ほども申しましたが、相馬高校から参りました。で、イメージ福島ということで、すみません、多分皆様の中でも福島っていう言葉の捉え方がそれぞれ違うのではないかというふうに私は考えています。私は福島大学福祉区の出身です。で、ずっとそれまでは浜通りの相馬高校に勉強していまして、今母校に戻っている状態で、私にとっての福島は福島県であり、ここ福島市も私にとっての福島ですし、でも今の福島は私にとっては浜通りが自分の生活の基盤ですので、そのことについてちょっとお話しさせていただきます。すみません、ありがとうございます。で、お話を福島の方とするとすごくギャップを感じることがあるんですけれども、激甚災害に指定された相馬市から参りまして、現在の相馬市の状況をちょっとお話をしますと、死者と行方不明者合わせて459名で、最近行方不明の方が1名ずつ減っている、死亡の欄に移ったっていう状況です。で、相馬だけではなく、私が住んでいるところ、相馬高校には、曹操地区と呼ばれるところから生徒たちが通ってきています。で、福島県の今死者行方不明者が、あまり大雑把な数字を申し上げるの心苦しい、約2000人の方亡くなっているんですが、そのうちの、8割はこの曹操地区にあたるところです。で、曹操地区にはもともと13の学校がありました。北から新地高校、私のいる相馬高校、相馬東高校、原町高校、相馬農業高校、私立に松栄高校さんがあるんですが、私県立のものなので今の状況ちょっとそちらはわからないんですが、その下に、小高工業、小高商業、浪江高校、双葉高校、双葉商業高校、そして、富岡高校であります。あと、分校が、前川内分校があったんですが募集停止になって廃校になっていますので、あと2校分校が、浪江対馬分校と、あと、飯舘分校という状況で、これも皆さんにお話するとびっくりされるんですが、その中で今学校として機能している学校がもう3つしかありません。私のいる相馬高校、あとは、新地高校、それと、相馬東高校で、あまり意味があるのかわからないんですが、同支援を考えていただくと、30キロ圏内にその3校を除く学校が全て入っているという状況です。で、今どうなっているかというと、私のいる相馬高校にはサテライトという形で、原町高校と相馬農業の生徒が、来ています。相馬高校自体3学年で、700名規模の1学年、
206クラスずつあるんですが、そこに今、原町高校の生徒が300名、相馬農業の生徒が200名来ています。で、原町高校さんはもともとは700名規模の学校でしたが、この原発の事故によって400名が県内県外に散り散りになっています。残った300名が今相馬高校に来ています。で、相馬高校も初めの、県教委のアナウンスでは、サテライトの学生は約、200名というアナウンスを受けていました。ちょっと特殊なんですが、相馬高校の向かい側に、元の相馬東高校という学校の校舎がありまして、もともと教育委員会はそちらの方で、生徒募集するので、特に施設上問題はないと思っていたようなんですが、結果的に、耐震設計上まずいということで、そこではできないということで、相馬高校の校舎、その人数分開けろという指示を受けて、10教室開けました。10教室開けたことによって何が起きたかといいますと、今まで選択授業をやっていたり分割授業をやっていたりとか、そういうような授業が一切できなくなりました。もちろん原町高校さんはそこに300名転校してきたわけですから、もう取るものもとりあえず来たような状態でその中にいます。で、あとは相馬農業さんは第二体育館を時々見ると思いますが、4つに仕切った状態で高校ですけれども、そういう状況で200名そこにいます。700人規模の学校に今1200名が同居している状態です。新地高校さんには来ていません。相馬東高校さんに小高工業の生徒が来ていますが、私も人数まではちょっと把握していません。で、初めは200名ということだったんですけれども、急に合わせて500名が来るということで、なおかつ使えるはずだった校舎が使えないということで、もう現場では大混乱が起きています。そして、ちょっと戻りますが、サテライトの説明会をどこでやったかといいますと、うちの建物で講堂という一番古い建物があるんですが、そこは、文化財扱いなので耐震設計を考慮していないような建物で、県教育委員会は一方では教室を使えないと言っておきながら、説明会はそういうところでやっているっていう、これ矛盾した状況が生まれています。で、現場今困っていますので、私も職員会議で何度か教頭先生を通じて、ぜひ教育長にこの件についてお話をしてくださいということは何度か言ってるんですけれども、梨のつぶて見てるのか見てないのかすら分かりません。この前教頭先生に要望書は見せていただいたので、そこまで言っているのは分かっているんですけれども、その後の回答が全くない状況で、8月の、11日にもう引っ越し終わったようですけれども、仮設校舎に原町高校の、1、2年生が今引っ越しを終えた状態です。プレハブなのでクーラーは入っているようですけれども、そんな中で今曹操地区の生徒たちは授業を受けています。で、先ほど激甚災害と申しましたが、もう本当にいろんな子が、ちょっとまあ個人情報に関わるのであまり詳しくは言えないんですが、どの学年どのクラスにも、親を亡くした子や、あとはお家全壊半壊その他もろもろという子どもを抱えている状況なんですけれども、県教育委員会から4月19日に私職員会で見た文書によると、心のケアをしっかりしてくださいっていう一律の文書が1枚来ただけでした。そのことについても教育長に私は申し上げたかったので、ぜひ、で、私国語の教員もやってますので、ぜひ添削して差し上げますので現場にいらしてくださいっていう声も出したんですけれども、それも何の反応ももちろんない状態です。というようなところで、先生方は、先生方自体も被災されている方を思いますし、実家を被災された方とか、今住まいなくされている方とか、あとは、飯舘の先生などは米沢の方から通って来ていたという話も聞いています。その時には、県教委が対応していないので、飯舘の先生が
これから学校はどうなるんだっていうような状況で、その中で先が見えないからもちろん回答なんかできるわけないんですけれども、矢面に立たされていたっていう状況に曹操地区はありました。で、私バドミントン部の顧問をしているんですが、大会いつもは最高だと9校で県大会を争って、その中の4チームが県大会に行けますよっていう状況だったんですが、うちの学校校歌不校歌今回、4つしかチームが出なくて、そのうち3つ行けるっていうことだったので、たまたま県大会には行けたんですけれども、そんなには嬉しくは生徒も多分なかったかなと思います。多分部活動なども野球を見てお分かりかもしれませんが、曹操連合という形で、ニュースだけ見るとすごくいいニュースに見えるかもしれないんですけれども、実情としてはもう学校がどうなっていくか、立ち行くのかで、この前の、新聞を見ましたが、2000名今一応その転学した学校とか含めてキャパはあるんですが、そこの、サテライトっていう形で募集をかけてるんですが、中学生で希望してる人は400というふうに、ちょっと私記憶違いだったらすいませんが、そういう形なので、今もう多分このままだと曹操地区の学校が立ち行かない状況にあるんですが、そういうアナウンスをしても多分上から一律っていうこの教育の現状ですので、他の学校と違うようにはできないっていうことを言われているようです。で、先ほど映画をご覧になった方多いと思いますが、私ももう気持ち高志君と一緒で、現場に来いって一言言いたいだけです。で、これ週刊新潮の5月号ですけれども、やっぱりこんなニュースマスコミに流れませんけれども、福島原発で働いている方は日本政府文句があるなら現場で言えっていうふうに、必ず現場で混乱されている方はこういう思いを抱いているんだなっていうのを、はい、この間にも多分被爆をされて作業されている方が多いと思うんですけれども、その方々は本当に大変で、それに比べたら私なんかは相馬も線量低いところは低いですし、あれですけれども、こんな状況の中、今やっています。で、ちょっと時系列で、今3月11日に、震災が起きた時に私は授業を3年生の指導をしてました。で、卒業生が、もう、いなくなっている状態で、受験の子だけ来ていました。で、1、2年生はみんないたので無事だったんですが、3年生は、自宅でもう卒業したから学校に来ない子がいまして、あと浜の方でいろいろそれぞれのうちにいた結果、3年生だけ相馬高校2名亡くなってますが、曹操地区に比べると2名っていうのは圧倒的に少ない人数で、その時はもう自宅学習にほとんど高校入試がありましたので、あの時期は来ていないっていうことで流された生徒も多くいます。そんな状況で原発の事故が起きて、今こんな形で生徒たちがチリチリになっている状況で、さっき音出しでちょっと聞いてもらったかもしれないんですが、別な最初にかけてたのが、南相馬の女の子が作った、緊急時避難準備不要区域よりという作品です。6月に作って、NHK の放送コンテストに出しました。有料賞をいただきました。全国にはいけない作品でしたけれども、ちょっと、聞いていただければというふうに思います。よろしくお願いします。ここは福島第一原子力発電所から30キロ離れた南相馬市鹿島区寺内地区。一度は地区全体が国民退避が必要な場所であるとされた。しかし現在は緊急時避難準備区域からも除外された安全な場所。南相馬市が発表している1時間あたりの放射線量、6月6日21時現在 0.61 マイクロシーベント、平常時のおよそ12倍。どんな種類の放射性物質が降り積もっているのかは私にはわからない。ただ3ヶ月が経とうとする今も
数値が平常値に戻ることはない。それどころか、雨が降ると値は上昇する。静かな庭、雨どいの下、スズメの声とともに、ガイガーカウンターの音が響き渡る。ここは他より放射線量が少ねえんだから、気にすくのねえでした。そんな声が聞こえてくる。だが、その言葉の奥にある本当の思いは、なかなか声にならない。私は祖母に話を聞いてみた。今、鹿島町が何でもないように生活しているけども、幼稚園児とか、あの小学校、中学校が、あの 31.5 キロから2キロぐらいのところで生活してるでしょ。それがちょっと私は心配じゃないかなと思う。心配が、これから日本を背負っていく若い人ね、子供たちが一番心配じゃないかなと思う。畑で野菜を作ることが趣味だった私の祖母は、今、どんな気持ちで生活しているんだろう。半分は諦めています。だってここは、国では30キロ以外は大丈夫ですって言うからな。もう自信になっちゃってしたって、自分のお金で全てパラパラしてない。今になって、5月頃になって、畑は作っていいですよって言っても、そんなことを信じられません。本当だったら、今の時期ってどんな野菜を植えてるんですか？今の時期から、もう4月頃だと、あの、インゲンマン。あとは5月には、ナスとか、キュウリとか、ミニトマトとかピーマンとか、そう、ウィリーズ、おまつり。それが何にも、だって失敗で作る気力もないって言って、一体何を信じればいいのかな。今は大丈夫。ちょっと旅立てたい。じゃあそれをずっと食べれば、病気になるんじゃないかと。そうはないのに、怖いな、ないのか。食べるものも失敗。この放射線とか、もう目に見えないから、それも怖いんだよね。ここに進んでる人、やっぱり終わったと思うよ。何事もなくて。だってどこにも行きようないんだもん。まあ、避難することに入れた、大丈夫ですっていうのは一方で言われてた。私の母の考えはこうだ。翻弄されてるんです、確かは。一番安全だって言われたがために、行政単位とかで、そこをどうするか、今後どうするか、その地域をどうするかっていう話になっていかないと、そこに残る残らないっていうのはもう個人個人の勝手な判断でしょ。避難先の福岡、テレビで鹿島の景色を見た。帰ることを決めた。母と意見がぶつかった。私のことを思ってやっとの思いで避難したのだ。反対するのは当然だった。これから先でしょ、見えるって。今すぐ答えは出ないの。だってこれで何年か後に子供のがんが増えたり、白血病が増えたりとかなってきて初めて気づくかもしれない。その先のことは誰も分かんない。何が本当なのか分からない。だから本当でも嘘でもいい、心から神の言葉を信じ
すみません、ちょっと録音状態悪いので、ちょっと聞き苦しい点あったかと思うんですが、15歳の子が初めて作った作品です。で、ちょっと補足しますと、作品にも出てきたんですが、一度九州に逃げて、それでも今戻ってきて、私、初め違う部活だったんですけど、今私が顧問している相馬高校の放送局に入って作品を作っています。ちょっと時系列を整理しますと、近くの中田、5月はまだなんか防潮堤とかそういうのを騒いでいた時期でした。で、これ作ったのが6月11日の、夕方でしたけれども、その時の新聞ちょっとなかったんですが、近くのだと、6月14日に24時間占領調査へ、何もわからない状況にまだ6月には置かれて、私もそんな放射線のこと詳しくありませんでしたので、外画カウンターは持ってましたけれども、その数値の意味するところの本当のことが分かってたかちょっとわからないです、自分でも。避難勧奨区域っていうのが出たのが、7月の22日でした。で、その避難勧奨区域の男の子にも話を聞いたんですが、ちょっとここでは流せないので、あともし何かありましたら、あちらの方に行かれた時に話で出せればと思うんですが、具体的に言うと、私もよくは分からなかったんですが、自サバラというところに避難勧奨区域が1地点出まして、ここの近くということで、彼女はもう6月の時点で自サバラは占領高いの言い立てからのことを考えたら、ここも多分高いんだろうなっていうふうに言いながら話をしてましたが、私当然学校においてはマイノリティですし、彼女も多分作品ではこういう声出せましたけど、教室で多分そんな話はしてなかったとは思います。私も作品作らせて初めて考えていることが分かりました。その他に今津波の地域を見ながら通学している3年生がいたので、その子は映像でちょっと流せないので、それも後でもし機会ありましたらお見せしますが、その子も私正直何考えて学校来てるのかって分かんなかったんですけれども、作品作って、そこのコメントちょっともう詰まってたので、私コメント全然チェックしてなかったんですね。作品できた時に見たんですが、その時初めてはこの子はこんなことを考えながら通学してたのかっていう、私も自分が高校の時に放送やってまして、自分の代で全国大会に行った時の作品が安藤君の通学日記っていう作品だったんですが、まさか自分が母校で顧問をしている時にこんな形で通学日記のを撮らせることになるなんて、もともとこの仕事に就いたいくつかの理由が放送やりたいってことだったんですけれども、なんか素材はいっぱい正直転がってるんですけれども、今そういう安易な発想で作らせることだけはやめようかなと思ってやっています。渡辺先生が今作品を生徒さんが作られて、こういうことを考えてたんだっていうことが分かったっておっしゃったんですが、NHK のその、コンクールに出されたっていうことは、その生徒さんたちにとっては自分たちの声をその外側に通ったっていうことを一度経ているわけですが、結局出す前と出す後ではその生徒さんの状況っていうのは変わられたんでしょうか。とりあえずもう一区切りですので、どの大会でも一緒だと思いますが、次に向けてっていうことで、ラジオとか作ったことなかったので、多分表彰されたからそれなりには評価されたっていう実感はあるとは思うんですけれども、私の中のドキュメンタリーの定義にはもうぴったり合ってる、自分なりにですけれども思っていたので、ちょっとがっかりした面はあるんですけれども、もういろいろ多分初めて作品を作ったことによって自分の声を届けたり、その自分の言葉を持つっていうことを知ったと思いますので、それは知り聞かれた時に何か感じた方いらっしゃると思うんですが、このおばあちゃんの声が映画のおばちゃんたちに重なるような自分の声で不安なりを言える
家庭で育ったからこういう作品がたまたま作れたと思うんですが、そうじゃない子たちが多分いっぱいいると思うので、そういう声を拾っていこうみたいなことは顧問は考えてるんですけど、彼女は実際にじゃあ次何にやるって聞いたら、方言やりたいですって言ってたので、まあまあ多分地域のことに目を向けるってことでだと思うんですが、あとは顧問の仕事は次の高みを目指させることなので、そこで対話しながら、ちょっと次のテーマは今回好きに作らせましたけれども、私もちょっと絡んで、まあどっちが、昔の私の顧問がそういうやり方したので、どっち面白いかプレゼンしてから面白い方で作るっていうことを言ってましたので、そんな形で絡めるように今私が勉強しているところです。すいません、答えになっているか分かりません。福島大学の石田と申しますが、専門はですね、環境ということをやっておったんですけれども、放射線医学に関しては全くの素人ですので、実は、どれだけのその被曝がですね、体に影響を及ぼすかみたいなことが全然分からなかったです。福島市は現在でもですね、普通に外を歩きますと毎時1マイクロシーベルトは超えているわけです。明らかなことは平常時よりはとんでもなく高い状況になる。まあ20倍とかですね、それぐらい高いですよね。平常時がだいたい 0.04 ぐらいです。で、一体これがですね、何を意味するんだろうか、どういうリスクがあるんだろうかということは当然当初分かりませんでした。事故直後ですね。いろいろ調べていくうちに、実はいわゆるこの我々が今被爆しているぐらいの水準というのは低線量被爆と呼ばれるものに当たるんですけれども、そんなに心配することないよという考え方とですね、いやいや、リスクはそれ相応にあるという考え方があってですね、専門家の間でも決着がついていないということが、分かってきました。これは事実です。さあ、それを踏まえまして、我が福島大学に関してちょっと懸念していたことというのはですね、福島大学はその事故直後間もなくですね、学長メッセージというものを出しまして、早く言えば断然大丈夫、安全だからという声明を出したんですね。で、その後ですね、ややそのまあ、慎重な考え方も示すようにはなってきておりまして、例えば7月5日にですね、うちの大学が出しました放射線ガイドブックというものによるとですね、まあ余計な被曝は避けなさいということがですね、ちゃんと盛り込まれるようになってきたんですけども、それでもですね、まだ心配しすぎはストレスになりますから良くないですよとかですね、それから放射線は普通の生活の中にもあるからそんなに心配することないよ的なですね、やっぱりどちらかというとやっぱり楽観的な姿勢というのは一貫してうちの大学はあるわけです。で、もう一つ懸念する材料はですね、JAEA というですね、これは何の略かといいますと、日本原子力研究開発機構という研究組織がありまして、これはですね、文殊の運営などをやっております原子力の推進組織なんです。ここと本大学は協定してしまいました。66議論はされなかったんです。これについてはですね、一部の教員、私も含めて一部の教員からやっぱりその推進する組織と協定をするのはやっぱり良くないのではないかと、少なくとも教員会議でちゃんと議論をすべきだというような、要求をしたんですけれども、残念ながらですね、報告されただけで、教員会議でその議論には至らなかったと。こういうふうにですね、その JEA と本学とのその協定に関しましては手続き上の問題と、それからもう一つその内容がですね、ちょっとよくわからないんですけれども、いろいろその協定の内容が挙げられている中で、その被爆に関する知識の普及啓発活動というのが入っているんですね。これ何を意味するか今の時点でもよくわからないんですよ。ただ私のようにちょっと慎重派からするとですね、 JAA は原子力を推進する立場ですから、このぐらいの低線量被爆が安全ですよっていうような啓発活動をするんじゃないかという恐れがありますし、正直そうなるんじゃないのかなというふうに思っております。で、そこら辺はもちろんその今後のことはですね、 JEA さんのその慎重さと、まあ慎重さにですね、期待するしかないんですけれども、まあ JEA という組織の性格を考えるとどうしてもそう勘ぐってしまう。で、これらの2つの点からですね、その非常に見えてくる懸念というのは、福島大学は大学なんです。
当たり前です。大学って何をするからですか。学問をするからです。学問って何でしょう。これはなかなか難しい問いですけれども、少なくとも言えることは、いろいろな説がある中で都合の良い説だけに注目してあとは見ないというのはもう学問の態度でありませんよね。もうそれは宗教がやること。学問の不を標榜しているのであれば、少なくともいろいろな立場がありますよということを早い段階から示し、具体的に言えば低線量被曝に関しては大丈夫という説もあるけれども危ないという説もあるから、やっぱり予防原則にのっとった場合は危ないという方を重視してというのが私は非常に科学的だったと思います。ところが残念ながらうちの大学はそういう態度を持っておりませんでした。そういう意味では学問の負であることをちょっと放棄したと言われてもしょうがない点があった。泥棒がですね、学生に泥棒してはいけませんよって言えますか。学問をして大学の組織として学問をしてないところが学生に学問をしろとどうして言えるんですか。こういうことに懸念を持ったですね、私だけではないんですけれども、幾人かの教員がですね、やはりその学問的な態度とは何かと、こういうその問題を目の前にしたときに、やはり危ないものは危ないという説があるのではある以上、それから目を背けてはいけないというようなことをですね、きちんと、表明しなければ学問の負であることは終わってしまうと、こういうところがですね、福島大学の事故後のですね、動きを見ていて、私を含め何人かの教員がですね、感じ取った懸念でありますし、それに対していろいろと活動を行ってきたわけです。それがまず一つですね、本学にてやちょっと懸念を示していることですね。そうですね、戦時中はきっとこんな状態だったんだなと思うようなことも確かにあります。我々の大学はですね、下げたり上げたりでなんか申し訳ないんですけども、非常に介護なところがありまして、私のようにですね、その大学のやり方に対して、批判している、堂々と批判しているものをちゃんと置いてくれているという、そういう度量というか寛容さは、学長にはあります。ただですね、やはりその言いやすいか言いにくいかと言われたら、やはり言いにくい雰囲気は正直あります。教員会議の場でもひょっとしたらやっぱり危ないのではないかと、そういう視点に立って行動すべきではないのかということがやはり言いづらいような空気があります。こういうのを目の当たりにしますと、ひょっとして戦時中ってこうだったのかなと、それからその何もこう分からない状況が並んでいるときに、とにかく自分の組織にとって都合の良い考え方だけにすがるというところも非常にそっくりじゃないのかなというようなところがですね、少しこう被るというか、私は戦時中もちろん生きていませんけれども、きっとこんな感じなのかなというふうには思ってしまいます。こう例えばの話になってしまうんですけれども、こう例えば新聞報道、テレビ報道等で、先日なでしこジャパンが頑張ってくれてこう優勝、ワールドカップでしたわけですけれども、あの時国民栄誉賞のニュースが流れた、NHK のトップの9時台のニュースで、NHK というとまずいんですかね、 N 局の方がいいですかね、で流れた時に、実は裏で第一原発の事故のところで10シーベルトですね、もうそのニュースがあって、もう即死レベルなもう占領なわけですよね。もうはっきり言ってしまえばそれがトップで、国営放送である以上はなでしこの国営放送ですね、ほとんど。で、ある以上は、そういう国民が一番知らなければいけない情報、なでしこも大切ですけれども、なでしこは朝からやってるわけですから、それをまず持ってくるのがこう筋であるというようなところがあると思いまして、そういったところの、懸念があると私は感じております。そういった中で、先ほどの話に少し戻りますけれども、本当は未来を担ってもらわなくちゃいけない子どもたちが、そういう大学の場所、ではどういったような意識のレベルにあるかというようなところもこう皆さん知りたい、こう未来を託さなければいけない子どもたちがどういうような考えているのかというところをこう近くで学生を見ている石田先生に少しお話をいただければと思います。本学も4000人以上の学生がいますから、一括りに学生はこんなというのは難しいんですけれども、非常に、意識の高い、すなわち
安全だということをそのまま鵜呑みにしない学生はもちろんいます。そしてさすがだなと思うのは、自治会のトップを務めている学生はやはりですね、非常に、そこら辺がよく、まあ、よく考えていてですね、大学のやり方に対して、それはおかしいんじゃないかと、あるいはちゃんとその討論の場所を設けてくるというような要求をしたりですね、要望書を出したりというようなこともしていますから、非常に意識の高い学生がいます。ただ全体としてどうかと言いますと、先ほど申し上げたように、まあわざわざ線量が高い中外でブラブラしなくてもいいんじゃないのというような学生も確かに、おいおいちょっと中に入りなさいよとね言ってあげたくなるような学生もいます。ただ仮に多くの学生が大学や政府や福島県の言うように言ってるですね、まあ大丈夫だよということを鵜呑みにして生活をしているのであれば、それは責められるべきは学生ではなくて我々教員です。我々教員がちゃんと学生に学問をしてあげていないという証拠です。学生がちゃんと学問をしていれば鵜呑みにしないはずです。それが学問的態度なんです。そうでない学生が多いということは我々の責任ですから、しっかり学問をやらせないといけないなということを、まあ、改めて思いました。でこれから、まあ、先生学生だけではなく、こう市民の立場として我々が子どもたちや周りの人間、同じ世代でも意見が対立する人間との間の付き合いでも、どういうようなこう立場でこうこの県内で生活していく上でこう望んでいけばいいのか、そういったようなところの石田先生のちょっとお考えをお伺いできればと思います。やはりですね、低線量被曝の問題はその専門家の間での決着をがついていないということを受け入れるしかないと思います。ですから当然のことながら市民レベルではいろいろな考え方を持った人がいるのは当たり前ですよね。でやはりそのそれぞれの市民の方が自分なりにいろいろな情報を集めて考えたことというのは、私は基本的に尊重しなければいけないなとは思っています。ただちょっと子どもが関係すると少し問題がありますね。親が楽観的で、だとですね、子どもはそれに従わざるを得ないわけですから、それは問題はあります。ただ基本的には原則としてはですね、やはりこういう決着のついてない問題というのはいろいろな考え方があるのは当たり前ですから、あんまりあいつはこっちだこっち側だあいつはあっち側だといってですね、溝を作っていくことが悪いのではないかと。そういうよりもですね、やっぱりお互いそれなりにどういう理由でそういう主張をしているのかと、例えば自分と正反対の主張であっても、それを一旦聞く耳を持つということをしないと、福島県は県民の中で本当に復旧のできない埋まらない溝がどんどんできていってしまうというふうに思います。こういうトークショーの中とかでこう話をしていますと、割とこう深刻といいますか、こう暗いような話、あまり先行き的にはこう見通しがあまり明るくはないなというようなお話の中で、ただそれでも我々はこう民主主義の社会に生きてるんだなっていうような、そういったようなところの希望が持てるようなところのお話も少し石田先生にしていただけると、はい、なかなか壮大なテーマですね。先ほど戦時中という話を触れましたし、明日15日ですからね、やはりその一つの節目となる明後日、今日13日でしたから明後日ですね、そういう節目の日ですから、いろいろ思うところはあります。ただ戦時中と近いなと思う点もある一方で、まだあの時の大戦中よりはマシだったんだろうな、戦時中よりもはマシだったんだろうなと思うこともあります。これが戦時中だったり、あるいは、今現代においてもですね、別な国だったりとすればですね、下手をすると、我々一部教員のやったことというのはですね、まあ命が消されるところまではいかないまでも、身分を剥奪されるぐらいのことは余裕でありえたと思います。ちょっとそれぐらいのことはですね、私だけではありませんが、我々その福島大学の中教員仲間たちはですね、やってきておりますので、いろいろその、まあ、歯がゆいなと思うところは多い一方で、それでもこういう主張ができると、命の危険は感じておりませんし、感じなくてもできると、まあ首になる
そういう心配もなく主張ができるというのはまだまだもちろん理想的な状態ではないとはいえ、戦時中に多くの人が血を流しましたけれども、そういう流した方々、先人の方々がですね、一生懸命死に物狂いでその後民主主義の社会を作ってきたわけですけれども、まだまだ不十分かもしれませんが、それでもやはり、そのおかげというのはあるのかなという意味では多少明るさを感じております。福島市から参りました。今停戦両被爆に関して現状では分からないということが現状であるという話でしたけど、大学の、管理者側の温度はどうしてもこう大丈夫じゃないかというようなことで、だけども分からないということは予防原則に立てば、何でもなければいいけれども危険だということで対処した方がいいということが考えられると思いますが、福島大は当然学問の場と今おっしゃいましたけども、また教育の場でもあるわけですよね。教育の場ということは、教え育むということで学生の安全を守らなければいけない務めもあると思いますが、具体的には学生が避難をしたいとか、あるいは学校の周りの放射線量を落とす活動をしてほしいとか、そのような、要請があった場合に、有志の先生方がそういうことに対処されているのかどうか、あるいは、遠くの方で授業を受けられる体制を整えるとか、他の大学の単位交換を考えるとか、危険だと、いうからにはそれに対する学生に対する配慮というのが必要になってくるかと思いますけど、その辺のところをお伺いできればと思います。基本的にですね、もうおっしゃっていただいた通り、危ないかもしれないという、ことを頭に入れれば、少しでも余計な被爆を減らすということしかありません。ただ、現実的にですね、私もここにこうしているわけですから、被爆をゼロにすることはできません。ゼロが理想的なんですけども、ゼロにすることができない以上は、10を9にする、9を8にする、8を7にするということをやっていくしかない、現実的な中で。で、そういう中でですね、我々の人は早い時期から、まず、測ってください。どこがどれだけ高いのか、線量が分からないと逃げようがないの。それからその、まあ、測るためにもですね、そういうその、まあ、線量計ですね、配布と、そういう、まあ、体制をですね、早く整えてほしいということと、それから除染を早くしてくださいということはずっと一貫してお願いして、回りましてですね、それを聞いていただけたかどうかは分かりませんが、福島大学はですね、そういうことはやり始めております。で、もちろん学生の中にはですね、他の大学に一時的に移りたいという希望を持っている、あるいは休学したいという持っている者もいるようですが、我々の、まあ、どちらかというと少数派ですかね、我々教員は、まあ、執行部からするとですね、まあ、ペーペーみたいなんですけど、力がないので、そういうことをですね、教員会員の場で要求したり、そういう悩みのある学生、それから保護者の方の話を伺って、アドバイスをしたりですね、少しその、まあ、橋渡しをしたりですね、そういうちょっと陰ながらの力というようなことがしかできませんが、まあ、できる範囲でそのようには、してきているつもりではあります。いずれにしろですね、とにかくもう大学は実際に、まあ、今夏休みに入りましたけど、学生をですね、呼んでですね、授業を始めたわけですから、ゼロにはもうできない。とにかく少しでもあとは、マシにするということ、だけを考えてですね、まあ、できることを前にという感じですね。私のすごく本当に個人的なことなんですが、自己紹介の方で、太陽の塔と同い年、かっこって書いてあることについてだけ、今の段階でそんな話するのかと思うんですが、私1970年生まれで、万博の年に生
生まれまして、もう一個大事なものがこの年に生まれているんですが、皆さん、まあ、ご存知かと思いますけれども、福一君とも同い年です。で、福一君と同い年ということは、万博会場に届けられた敦賀からの原子力の日も多分同じ時にいましたので、私はどちらかというといろいろ逃げ回ったり、全国の様子を見ていました。この時期に教員として戻るのかどうかも迷っていたんですけれども、やっぱ最後に見ておきたかったのが敦賀でした。なぜならば、ここも福島と同じ場所だと思ったからです。で、なおかつ清明神社、京都のみんなご存知ですけれども、もともと敦賀で摂書席使って、摂書席じゃない、使って使用して、それから御名字として開設しまして、なおかつ、敦賀って人狼の港と言われていまして、あの杉原千子さんが、稲屋からの人たちを受け入れたところでもあったはずなんですが、何の因果か歴史的に、そんな人狼の港と呼ばれたところに、原発が建てられて、福島と同じような目に遭わないことは祈ってますけれども、もしかするとこの先どうなるのかということがすごく気になったものですから、こちらに戻ってくる直前に私行ったんですが、4月の段階でしたけれども、鉄道博物館というところに行ったときに、そこの、多分なんか係の方だと思いますが、原発についてお話をされていました。4月の時点では、敦賀の方ですら、日本は原発で動いてたから、そんなに、さっきまさに同じようなのがありました。嫌だったら、電気使うなって、東京原発の予告のようなことを、いまだに言っている方もいらして、この、富士山なのかわからないんですが、行ったときに福島から来ましたって言ったら、まあ、言ったからだとは思うんですけれども、やはり、どう考えるんですかって伺ったときにはもう同じだと思っていますと、まあ、ここまでかはその時点で4月なのでわからないんですけども、そういうようなことがあったので、私はあと八条県にチェルノブイリのっていうか高校時代にあって、すごく怖かったですし、あの子供の頃は核戦争の漫画なんかもいっぱいあったんですけれども、いつの間にかこの問題を忘れていたなと、先ほどの先生のお話ではないですけれども、というになって、99年にこの事故があった時もそうですし、この事故があって今こんなのしてますけれども、その時じゃあ自分何を思ったかというと、多分何も思ってなかったんですが、もうこの作品を私全部見せていただいたんですけれども、要所要所にやはり高木先生のお名前がありました。先人たちに学ぶべきだなっていうふうに思いましたし、あと、私の地元のすごいマイナーな話なんですが、沖ノ内という地名があるんです。6号線に名前からしたら確実にそこには水が来ていたのであろうと思われるようなところがあったんですが、やはりもう400年前の出来事ですから薄れていきます。で、私のうちに子供の頃から気になってるなんか鳥居があって、ずっと気にもしてなかったんですけど、本当にこのタイミングでよくよく見たら、弁財天でした。水の神様がうちの近くに祀られていて、そこから歩いて3分ぐらいのところに、松が大量に流れてきました。井戸代小学校という私の母校の近くにも、八龍神社と書いて八の龍と書いて八里神社っていうところがあるんですが、そこももうどう考えても神話とかの世界では水が来ていることを明らかに示しているような、そういうものが各地に要所要所にあったんですけれども、そういう歴史を我々は忘れてきてしまったことが、おそらく第1回の原水爆禁止大会が3000名のお母さんの手でなされたのにもかかわらず、このような事態を招いてしまったということは、おそらく我々の責任と、あとはそれを巧妙に操ってきた多分マスコミや大新聞の論調があるのではないかと、これ私の主観ですので、ご批判あって当然ですけれども、多分歴史はそういうふうに動いてきたのかなっていうふうに感じざるを得ないような状況に今置かれているので、おそらくはやはり先ほど石田先生もお話してましたけど、今こそ
おそらくは自分がこの身にいるので言うのなんですけども、教育なんだろうなっていうふうに思います。それは教育って学校だけでするものではなく、 PTA という言葉がありますので、お母さんお父さんと地域で育てていくはずだった教育も今多分機能不全に陥ってるんだろうなっていうふうな強い反省のもとに、こういうところに、はい、僭越ながら出させていただきました。ありがとうございます。あとすみませんが、募金箱などを設置しているので、よろしければ募金などをしていただけると、今後 の生徒たちの活動の足しになりますので、よろしくお願いします。渡辺石田亮先生、ありがとうございました。それでは皆さん、大きな拍手でお願いいたします。